次の試合はライムが好きな人はやばいかもしれないですね。呼び込みます。1回戦第4試合、バチスタ VS バース、上がってください。ビート変わりません。先攻後攻のじゃんけんお願いします。それではいきます。1回戦第4試合、先攻バチスタ、後攻ビート同じ、一応聞いておきます。ではいきます。1回戦第4試合、先攻バチスタ、後攻バス、発祥性スイーターン DJ チャーカー、レディーファー。Yeah, yeah, this for you. 4度目の資格、悪いが俺の相手なら失格。リアルな磨くは磨くと光る、悪いが積んでるエンジンの馬力が違う。お前とは悪いけれども、こうやって小説をまたいでお前とラップする初3本悪いけど、この先は生き地獄。3本では書くなんと、お前の命消えてなくなんぞ。 Yeah, お前はそうだでなくなんぞ、踏んだ役満とないかなうまんぞ。 Yeah, 俺のこの音の中、自分の音楽だけやってる。バース降臨、この場所トラブル発生、顔パンパン、次オタフク感で。お前が亡くなんのとか知らないけれども、活断層入れるような感覚、淡々と踏んでもちっちゃい肝っ玉さくらんぼ。あいそんなもんではお前は足りない、このままパリない、楽しむパワーライフワンマイク、握ったら俺止まらない、そんなスタイルお前にお見舞い。くれるライブ淡々と、いつでも目の前のザコは残飯処理、淡々とびマジでなんなんこい、俺にかずって地球が中に回った時。俺のフリースタイル、我がもうボディをそろそろ直しとけ、ハラハラドキドキさせに来た、おきてを守りなさい、まるまるモリモリ、まるまるモリモリ、足玉なんでも俺に負けて頑張れよ明日から。いやそんな感覚、三段とビート、俺の音楽性まるでポール・マッカートニー。はい、そのもんだぞ、お前はアディダス3本線、余裕で切り裂くだけ、アンダーグラウンドはワンダーラン、今日のナンバーワン、Do you understand? アンダーグラウンドでもなんかつまんないから、マジお前はダンバスマン。いや、お前ギャルメが巻き足泣いて、2回戦こいつ誰が見たいの。いや、おもんないおもんない、俺音聞き流す、誰が空いてるステージで殺しにかかる、なんでここおるん、殺しきなだる。終了です。バッチリ聞かせてください。聞きます。先攻バチスタ、ここバス、勝者バチスタになります。なんかバスからあったら喋っていきます。くっそやっぱり悔しい。ミスボーイ調子どうすか。ミスね、楽しんでいきましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。